Okay, so let's check the diameter. それでは直径を測りましょう。15cm、15cmですね。はい、15cmということは半径 7.5cm です。Diameter is 15cm, so it means half diameter is 7.5cm. Okay, let's make a circle.This is the diameter. はい、こちらが、直径となります。ほぼ、こちらはニットなので多少伸び縮みしますので、直径に合わせていただいたら構いません。それから、縫い代を今から取っていきます。So let's make additional. 縫い代は約1センチ作るために 8.5 センチですね。So the diameter would be 8.5 And let's cut the paper. それでは紙を切っていきましょう。で、その時に、中心部分を作りたいので、印を入れておきましょう。4分割で入れておきます。So, let's cut. それではカットしていきますよ。Okay, let's check.はい、こちらの下の線ですね、穴のところをセンターにします。穴が分かるように印を入れておきます。 OK Let's mark it. Make another piece of using the leftover fabric. Okay, so we need two pieces each. ということで2枚ずつ必要です。Okay, next we cut the line of the inside. 続いて内側のラインに沿って切っていきましょう。続いては一枚一枚に印を入れていきます。Mark the center hole. 中央部の円を合わせて向きを合わせます。
向きを見て上に印を入れておきましょう。はい、こちらを8枚同じように作っていきます。 So please repeat seven more times. Mark it in the circle and mark in the four points. Okay?Okay, next is fastener. 続いてはファスナーですね。This is, or the fastener I use is 100 yen for four fasteners. こちらはダイソーのファスナーで4本入り、20センチの4本入りで100円のものですね。こちらをそれぞれ色に合わせてご用意しています。で、全部で、全体で24センチなんですね。So the length is 24 centimeters long, so I divide it into 12.12センチで印を入れて I divide into 6 and 6 each。 左に6センチ、右に6センチのところにも印を入れています。こちらを裏表印入れていますね。 So I made it mark both sides in the same position、okay. ということで今からこの印を入れたファスナーとこちらの布を取り付けていきます。 So we attach the fabric to the fastener firstOkay, then, right side together. 表面と表面を一緒に合わせます。And pin it. Before pin all, すべてをピンする前にまず横に切り込みを入れておきましょう。切り込みを入れる場所は線より少し内側ですね。 So we have to leave a little bit outside of the line. そして位置を合わせます。 Position it and pin it.Set the line. 位置合わせをしておきましょう。And fold in half, 半分に折ります。And then fold in half again. もう一度半分に折ります。And mark in half line.Then pin it again. そしてまた印を入れていきます。ピンで待ち針で固定していきます。はい。そうしましたら半分に折りましょう。Fold in half. And then mark it.To the cutting space, cutting position. 切り込みを入れる部分に印を入れていきます。Two each, 二箇所ずつですね。Do not cut to the line.Stop before the line. 線の内側で切り込みを入れましょう。線まで切り込まないようにしましょう。
切り込み入れた状態のものをすべて作ります。Okay, next, mark the page position. Top. And the middle. はい、頂点とそれから斜め上ですね。こちらに印を入れます。そしたら裏返しますね。This is the right side. こちらが表となります。でここにカットのポジションがあるので、カットのポジションとトップのポジションそれぞれ合わせます。合わせたら印を入れておきます。で、こうするとこのトップとサイドと印が入ってますね。これを他のところにもすべてつけていきます。 OK, next. それでは続いてですね、 Open the fastener. ファスナーを置けます。 Upside down, the long side up above the top. 裏側が上に来るようにします。そして先ほど印を入れた布を用意します。線に合わせて折り目をつけます。中央に合わせますね。そして裏側に固定します。 This is right side.こちらが表ですね。 This is wrong side. こちらが裏側となります。This is the end. こちらが終わりとなりますので、終わりの手前で固定しておきます。こちらはもう同様に。So please do not over this line. Can you see? ここにラインがあるんですけれども、ここですね。このラインより上に来ないように、このラインより下になるようにつけましょう。Okay. This is the half point. こちらがさ、真ん中のポイントですね。So like this, make another side.And then mark it like this. このようにピンをつけていきましょう。はい、それでは縫い合わせていきましょう。まず裏地からつけていきます。はい、もうほどけませんから糸端をカットしておきましょう。それでは合わせていきますね。Like this. So to the end of here.
はい、こちらから始めてずっと縫ってここまで縫っていきましょう。 So please sew until this line. Okay, so see you then. それでその時お会いしましょう。Okay, after finish attaching fastener. はい、ファスナーの取り付けが終わりましたら次の工程に入ります。 Okay, first mark the center, pin the center to center. 最初に中央と中央を取り付けます。次にサイドとサイドを合わせて折り目をつけます。 This is the center line. こちらが中央のラインですね。そこにピンを合わせます。はい、まず中央が取り付けできました。次に中央とサイドを合わせます。印を入れたらそのラインで取り付けます。反対側も同様に。Then the right, draw the line to cut. 今からカットするところを書いていきます。このようにすべてをカットしていきましょう。 OK, please cut every marked point. はい、それではこのラインを縫い合わせていきましょう。 Let's sew this line. このようにして一周ずっと縫い合わせていきましょうね。はい、最後編み終わりましたら閉じましょう。バックアンドフォース、前や後ろに縫ったらもうほどけませんので、あとはカットしておけば大丈夫です。 Let's cut the end.Okay, so sew this line. Okay, let's close this tab. こちらのタブを閉じていきましょう。 Fold it a little bit outside. 少しだけ外側に折っていきます。
we can keep in this pouch. Okay. So one more time, if you don't want to sew it, please use sewing glue and then like this, fold it and then glue down and then fold it again and close.ということで、もし何度も申し上げますけれども、縫うのが面倒な方はこちらの手芸用ボンドを先ほどのこの部分ですね、こちらに塗っていただいて、Apply this layer and fold it。この部分に塗っていただいて、折っていただいて、ギュッと押さえていただければ、and push it。くっつきますので大丈夫ですよ。こちらも内側を見ておきましょう。はい、こういう形でポーチが出来上がっております。こちらは裏側になりますので、通常はこの向きですね。So usually open like this. And cover. Cover it. それで今からカバーをつけていきます。Okay, let's attach the pouch to the outer mandala. ということで、今から、マンダラの中にポーチを取り付けていきます。This is the center line. Do you remember? はい、こちらセンターラインで縫ってきましたね。その中にポーチを入れましょう。Open the pouch. ポーチを入れて。So here to here, 1, 2, 3, 4, 5. This is the center top. こちらが中央のトップ地点となります。こちらにもトップの印が入ってますね。Can you see this is the top? So attach the top to top.トップとトップをまず合わせましょう。The sewing line here, 縫い合わせる位置はこちらのこの辺りですね。So just under this line, around here. So adjust top to top and pin it. そしてまずピンで留めておきます。Here, there is a quarter mark, quarter mark が入ってますね。4分の1の地点ですね。The second one, 2つ目のスパイクと合わせて、attach、取り付けます。And the last edge, こちらの端とこの、また2本飛ばしのこの部分が合うように合わせて、こちらは隠す地点となりますので、少し内側にファスナーを入れます。So, place the fastener a little bit inside and then pin it a little bit above. This is a center line of the half circle, but a little bit above. 少しだけ上に取り付けますよ。Here is also, こちらもですね、quarter to quarter. 4分の1地点と4分の1地点を取り付けます。このラインより少し内側で固定しておきます。Place a pin it a little bit above.And the other side too. 反対側も同様にピン打ちをしましょう。Okay, after attaching pin, ピンを取り付けましたら、close the line. ラインをクローズしていきます。先ほどまで編んだこちらの残りの紐があります。毛糸がありますね。こちらでギリギリまで進みます。This is the line. こちらが最終のラインとなりますので、その手前の こちらが終わりの地点となります。
OK, let's sew. それでは縫っていきましょう。A little bit slat. ほんの少しだけ糸を取ってもう一度元の場所に戻します。Pick the fabric, pick the liner.ライナーの糸は、ライナー刃を少し取ります。Back to front。表に戻りますよ。Okay. This is a position to start, right? こちらが始まりでしたね。Now pick the yarn.And pick the liner. Okay. Outside of the liner, outer liner, and back to front. フロントに戻ってきます。Pick the yarn and pick the liner.バックループとピックバックループ and ライナー、バックループとライナーを取ります。バックトゥフロント。フロントに戻ってきますよ。バックループ and ライナー。バックループとライナーに刺します。バックトゥフロント、表に戻ります。バックループ、バックループとライナー、ライナーに刺してバックトゥフロント、フロントに戻ります。その時注意点があります。 There is one point. Please do not exceed above this line. ここにあるこのラインより内側には糸が来ないように気をつけましょう。
close the other side too. 反対側の同様にこの部分を閉じていきましょう。 So please close here like this. OK, close both sides. And then let's check the movement. そうしましたら動きを見ましょう。 Please check this fabric if this fabric or will bite or not.今のところ大丈夫ですね。もしこちらの生地がファスナーに噛みつきそうでしたら、もう一段この中に縫い目を作ってあげてください。 Excuse me. このようにですね、この部分とこの部分を縫い合わせてしっかりと生地を押さえ込みます。 So please sew both thicknesses and to makeOh, the liner secured. But now I don't feel the difficulty with the movement, so I won't. And let's see. 様子を見ます。はい。もし縫うのが面倒な場合は、裁縫用の手芸用のボンドがありますので、手芸用ボンドを使って取りくっつけていただいたらいいですよ。 This is sewing glue. So if you are not good at sewing, please use the glue to do it instead of sewing. Okay, so first of all, this is right side.This is right side and this is wrong side. Please hold and make a half circle. And like this. And then attach the glue inside the line and then next, this is the fastener, and this is right side, and this is wrong side, and this is the center point, and adjust the, attach the center to center, hold it, 固定しておきます。Thank you.
First, please fold in the, in the line. こちらの内線に合わせて折っていきましょう。The first of all, we have to close here and here, like this. 最初にすることはこの端を固定することです。Like、this and let them dry. このようにクリップしてしばらく乾くまで置いておきましょう。最後はこのように飾りをつけてあげると可愛く仕上がりますね。
そしてファスナーの部分も開けやすくなります。Okay, now ready to go. はい、すべて出来上がりました。ちょっと今回は5色作ってみたんですけれども、なかなかいい仕上がりになったかなと思います。で、飾りはこういうビーズをつけたりとか、あとは携帯ストラップのようなストラップをつけたり、ちょっとこちらは小さいマンダラを編んでみたんですけど、小さいマンダラをちょっと飾りにつけてみたり、タッセルをつけたりですね。そのあたりはお好みで楽しんでいただけたらいいかなと思います。で、開けてみると、中に内布がついていて、こぼれないので細かいものを運んだりもできますし、しっかりクッションついてますので、ちょうどこれだったら CD とか DVD が入るのかなという感じもするんですけれども、はい、ちょっと丸いものね、丸いポーチっていうのも可愛いかなと思います。で、こちらが、中が赤と白の水玉ですね。で、ビーズは少し小さめにしてみました。こちらは、ちょっとひまわりのような形で、なんか焦げ茶色でもよかったかなと思いながら、中は黄色ですね。はい。そしてこちらはピンクのタッセルと黄緑のビーズで飾ってみました。でこちらは少し中の内布がふわふわしてたので、押さえてあります。でこちらは試しに、もし縫うのが嫌な方のために手芸用ボンドで作ってみたんですけれども、はい、ちゃんとしっかりくっついてますのでお使いいただけますよ。でところどころこう月が気になる場合は追加でボンドを足していただいたらいいと思います。 This is totally no sewing, just using glue. So if you find anywhere unglued, please add some more glue to secure. So you can use like sewing pouch as well.And this is the first my pouch, and this is my prototype. And then, so I found a better way to make other four pieces. So now I get to know how to teach and how to make tutorial video. So please watch my video and learn how to do it and enjoy your mandala pouch.Also, please add some accessories to on the zipper tab so that you can open easily. Okay, so do you have any questions so far? If you have any questions or comments, please write down below or you please subscribe my channel. I want to share my create or crafty with you all the time. So.Please stay tuned with me. Okay. So if this is my requested project from my subscriber. She wanted to know how to make mandala. So I made this the easiest mandala to make and pouch. Okay. ということで今回はリクエストでマンダラということでしたので一番簡単なマンダラのパターンとそれからそれを使ったポーチの作り方をご紹介させていただきました。で、もしご覧になってご質問等ございましたら、さっきのコメント欄にご記入くだされば、誠心誠意対応させていただきたいと思います。ということで、次回もまた、まだまだリクエストが溜まってますので、徐々に消化しつつ、どんどん急いで消化しながら進んでいきたいと思います。で、その合間合間に息抜きで自分の作りたいものをちょっと作ったのを載せてみようかなという感じで考えてますので、またぜひ引き続きお楽しみにお待ちください。それでは See you next time! Bye bye!